精肉加工センターの原材料加工では、部位肉加工後のぶどまり管理と二次加工での投入でいくつかの問題点が顕在化しています。例えば原材料の品質なのか、加工者の技量なのか、ロスの原因がつかめない、また一次加工から投入までの流れが不透明などの問題が挙げられます。そして二次加工においては、原材料の投入ミスや誤表示による商品回収など人的ミスによる問題が挙げられます。そこで寺岡の工程ぶどまり管理ソリューション PT800 をご紹介いたします。 PT800 は一次加工で計量データを管理し、ロス率を把握します。またロスの原因を見える化し、作業改善や仕入れ調整に役立てることが可能です。そして一次加工後に計量し、管理ラベルを発行、後工程にミスなく引き継ぎます。さらに投入の際、一次加工データと値付け指示データを連携し、二次加工での原材料投入ミスを防ぎます。寺岡の工程ぶどまり管理ソリューション PT800 は、精肉加工の工程をペーパーレスで見える化し、生産現場のミスを防ぐ画期的なシステムです。